です。トガです。トガだよ。今日の動画はコンビニのジュース全部混ぜてみた。ローソンで、うん、販売されているこのジュースを全種類買ってきました、うん、うちカフェとかのローソンセレクトとか全部混ぜて、うん、どんなジュースになるのか検証していきたいと思います。じゃあ一つ目、こちらババン、ドリンクヨーグルトストロベリーゴロンといちご果肉。美味しいやつやな。いやこれだけで飲みたい。どうですか。あーいい匂い。結構入るよ、お玉やったら。ここ、お玉半分ぐらい。はい。わー、なんかでもこの状態で見たらちょっとなんかすごそうやな。すごそう。次は、こちらドリンクヨーグルトキウイ。うん、ああ、ちょっと酸っぱいな。かな。あ、サラサラ。ああ、ちょっと違う。色も違う。ドリンクリンゴヨーグルト。おお。なんかケーキ作ってるみたい。じゃあヨーグルトシリーズが続きます。次はピーチです。ブルーベリー。色。いきます。いや、それ美味しいでしょ。これ、あ、生クリームみたいな。タピオカ、いちごの果肉入りで。おー、果肉もある。果肉もある。あ、美味しそう。もう一丁タピオカ。あー、これはタピオカミルクティーです。美味しい。キッチンにここで色がガラッと変わる。あ、でもなんかチョコみたい。なんか綺麗。綺麗だな。緑来た。うわ、緑っていうのがすごいわ。すごい。ほうじ茶ラテ焼き系。キャラメルラテ。うわあ、やばい。ここまでやっぱ緑がね、入ってるね。カフェオレです。カフェオレ。何色になるカフェオレ。おお。ああ、茶色っぽい。いいね。ロイヤルミルクティー。おお。ノンスイート。はい。うわー、茶色くなってきた。エスプレッソ入れます。はいはい。スムージーじゃない。グリーン。お、グリーン。グリーンスムージー癖が。はい、いきます。どうなの、どうなの。あ、でも意外と入れ込んだ。入れ込んだね。締め。締め。スラップ無糖。うわー、黒い。すごいすごい。はい、いきます。おー、あ、でもちょっと茶色くなりますね。実質多分ローソン一美味しいジュースになっているって。美味しそう。え、タピオカやん。タピオカミルクティー。チョコっていうか、なんちょ、え、なんかあのビターなチョコの匂いがする。超ビターな。ちょっとね、私桃アレルギーなので、ちょっと今回はね、目のメハニよくで。じゃあ世界一美味しいジュースに乾杯。怖い。怖い。あ、行ってこい。行こう。どう。え、美味しい。え、なんかいろんな味がする。なんか甘い。なんか苦いと思って飲んだからめちゃめちゃ甘い。めっちゃ何が強い？ヨーグルト。え、なんか最初ヨーグルトやけど後からコーヒーって感じ。ああ、なるほどなるほど。マイマイは？甘い。甘い甘い甘い。え、でもブラックハイから酸味がすごくて、多分ヨーグルトだよな。コーヒーが強いんかな。あと味が。でもフルーツの感じも後からまたいろんな味。色々楽しい味。お酒を匂った時の感覚にすごい似てるくない？ツンとした感じ。そう。バンバンウイスキーっていうの？ウイスキーバンバンか。それみたいな匂いがする。それ言われたら飲めるようになったんや。どういうことやねん。フレーズンみたいな。あ、あとなんかさ、チョコとかね、お酒が入ってるチョコあるやん。あれを食べた時の味する。それ美味しきチョコじゃない。あ、それなの。この検証結果混ぜてみたらお酒になりました。使った残りもね、全部みんなで飲みたいと思います。評価、チャンネル登録、ツイッター、インスタグラム、サブチャン、クルミチャンネル、その他のチャンネルもチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。
くどっか出かけるときに携帯のマップがないと出かけられない方向音痴な方なんですけど、例えば誰かに道順を教えてもらってる途中でもうわからなくなる、これあるあるじゃないですか。ということでくるみチャンネル、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。